はい、どうも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 、ギャボです。本日はですね、ヘッポ&ベッカーの、サイドパニアのお話をしたいと思います。よろしくお願いします。こちらパニアなんですけども、基本的にはあんまり国内に在庫はないんで、ドイツの取り寄せで小代理店がこう取り寄せてくれて、代理店の方が国内で発送してくれるような形になります。だいたい2週間とプラス3日ぐらいで到着になります。じゃあいくつかポイントがあるんで見てみると、まずね、マフラーに干渉するんじゃないかっていうね、問いがよくありますんで、ここ全然干渉しません。標準のマフラーだったら基本当たらないし、社外品のですね、ちょっとこうアップになっているマフラーでも、基本的には干渉しないです。このロイスターの標準サイズだと、問題なかったです。はい、お次はね、ここっすね。標準のリアフェンダー、リアフェンダーですと全く干渉しないですね。あとここ、はい、リアのお尻のところのカウルも全く干渉しません。はい、こんな感じですね。どうなっているかというと、フェンダーのところに、1枚このプレートと、このポールがついてる、ステーですね、ステーがあるんですけれども、これをかませて、標準のまたこう取り付けるような形です。非常にね、簡単なんですよ、施工が。一回ここのリアフェンダーバコって、完全には取らないんですけれども、こう外した状態で、ここからこうスポッと差し込めるようなやり方になります。はい、こっち側は一回標準のボルトを外してついているやつでこうスポッとはめるだけなんですね。取り外し簡単です。キー、これクローズなんですけれども、クローズするともう完全に取れないです。開けてこうですね、でこうやると下のキーが見えるかな、こうなりますので、完全にロックされている状態です。はい、これたまにつけたつもりで、たまにって実際やっちゃったんですけど、こうはめたつもりで上でロックしちゃって、でこう外すじゃないですか、で走り出してこうパカみたいなこと実際ありますんで、必ずつけたら、これをちゃんとつけたら外しました、ちゃんとこうしましょう。はい、はい、じゃあどのぐらい入るのかっていう話やっていきます。実際にね、今これ何入ってるかちょっと見てみましょう。はい、見てください。はい、ほうれん草が2束、ほうれん草が2束、お米が3キロ、お米が3キロもあります。はい、はい、ではね、こっち側にはレンコンと玉ねぎ、あとシュアラスタン入ってます。こんな風に全然入りますよ。あとね、このすごいところはこの防水になってるんですよ。こう防水シートが標準でこう装備されてるんで、旅先行くときに、タオルとか入れたいじゃないですか。パソコンとかね、ちょっと旅先で仕事をするっていう方いるじゃないですか。こういう風に入れて持ってくる。あと、このファスナーも防水仕様なんですよね。防水仕様です、これ。ちょっとね、特殊なファスナーになっております。はい、この優秀なところは、他にもあって、ここの、シルエットですよね。シルエットはあまりこう、邪魔しないんですよね。だから、走りに行くぞって時はもうこれ外しちゃって、これで走る。カタログで見るとこれ絶対なんかかっこ悪いじゃんって思ってたんですけど、いやいや全然そんなことないですね。全然かっこいい。シルエット全然こう崩さないですよね。はいはい、あとこれ早速落としちゃったんですけど、結構頑丈で、中身はもう全然壊れてないし、外もね、アスファルトに、ポトッと落としちゃったんですけど、全然壊れなかった。すんげえいいっすよ。じゃあね、そろそろお値段の方。はい、本日は、ヘッポ&ベッカーのロイスターサイドパニアとシーボー、このステーですね、こちらをご紹介したんですが、お値段は、こちらのパニアの方が、4万6000円単品ですね。で
ステイのシーボーが3万5000円で、合わせて、8万1000円でございますからのもうちょっと安くなんないのっていうところで、セットのね、商品がありましたのでご紹介しますと、こちらのロイスターのスピード、このちっちゃい方ですね、ネオが大きい方なんですけど、スピードとシーボーがセットで7万4800円の、リンクがございましたので概要欄に貼っておきますのでよろしくお願いします。あのアフィリエイトではありません。はい、というところでね、忍者400につく、かっこいい、サイドパニア、ヘプコ&ベッカーのご紹介でした。よろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録もお待ちしております。